航空省はかつて1959年から1967年の期間に存在した民間航空行政を統括するイギリスの行政機関。航空機産業の再編に伴い、1959年に創設され、1967年に廃止された。限られたリソースを有効に活用するために、開発機種が重複しないように航空行政を統括した。 すでに第二次世界大戦前に創設されていたドイツ、航空省は民間航空行政も統括したが、航空省は軍用機は民間機のみに限定された。イギリスでは軍用機の開発は空軍省が統括した。1967年2月15日にハロルド・ウィルソン政権下で技術省に吸収された。当時民間機の市場は徐々に 規模の経済の恩恵を享受するアメリカの航空機産業によってイギリス機の市場は徐々に追い詰められさらに植民地が独立したためかつての市場を維持することもままならない状況だった。またジェット化が進み航空機の開発費は軍用機と同様に高騰し続けていた。1965年12月に議会に提出されたプラウデン委員会は 民間機の新機開発に政府の強力な支援が不可欠であることを提言していた。航空省が設立されたことで各社の民間機開発に伴う利害調整で開発機種を事前に絞り込むことで重複する開発によるリソースの無駄遣いを避けたり、後世の航空機の開発、生産において一定の役割を果たしたとされる。その後、イギリスの航空機産業は 国際共同開発を模索する。ありがとうございます。